ピラタス PC-7 ターボトレーナースイス空軍の PC-7 ピラタス PC-7 はスイスのピラタス社が開発した単発練習機。愛称はターボトレーナー、ターボプロップ練習機の先駆的存在でこれまでに世界で20カ国以上に採用されている。1950年代後半にピラタス社が開発した レシプロエンジン搭載の初等練習機 P-3 の後継機として開発されたのが本機で試作機は P-3 のエンジンをプラットホイットにイカナダ製、PT6A ターボプロップエンジンに換装して作られ1966年4月12日に初飛行した。しかしテスト飛行中に燃料管理のミスが発生し緊急着陸したことが 原因で計画は一時的に棚上げされた。その後1973年に計画が再開されると、ボリビアやミャンマーなどから受注を獲得したが、量産化にあたっては、性能向上や操縦性の改善など多くの改良が必要であったため、機体構造や主翼などに大きな変更が加えられ、結果として P-3 とは大きく異なる外見になった。こうして、 量産型初号機が初飛行したのは、試作機の初飛行から10年以上が経過した1978年8月18日のことだった。PC-7 の量産型はエンジンに PT6A-25A を採用し、485kW の最大出力を 410kW に減格して使用している。1985年からはオプションで座席を マーチン・ベイカー製の射出座席にすることが可能になった。PC-7 は軽快な運動性を持つだけでなく、兵器訓練が可能なように主翼下に、計6箇所のハードポイントを設置しているため、コイン機としての運用も可能である。このため、軽攻撃機として採用した国も少なくない。イラン・イラク戦争では、イラン・イラク両軍で実戦に投入されている。1992年には、 南アフリカ空軍からの要求に基づいて次世代練習機として開発した PC-9 で用いた新技術をフィードバックした PC-7 マーク2が登場している。この PC-7 マーク2は PC-9 と同じスタイルのコックピットを取り入れており、後席を一段高く配置して後席からの前方視界を確保し、射出座席を標準装備している。 軽機類も近代化され、ヘッドアップディスプレイを設置することも可能である。他にも、エンジンは、PT6A-25C を搭載したことで、PC-7 よりも、約30%パワーアップしており、それに伴い、プロペラブレードは3羽から4羽に増やされ、胴体化には、エアブレーキが追加された。このため PC-9 とよく似た外見となり、 1996年からは PC-9 と共通の胴体を使用して製造されている。ハードポイントも PC-7 同様に6箇所あるが、南アフリカ空軍へ引き渡された機体は政治的理由からハードポイントが塞がれている。後に登場した PC-9M は PC-7M2 の技術がフィードバックされたため、外見での識別が困難なほど、 PC-7 マーク2と売り二つとなった。現在ピラタス社では、初等練習機としては PC、PC-7 マーク2を、より高性能の練習機としては PC、PC-21 を販売している。マレーシア空軍の PC-7 マーク2、PC-9 とよく似た外見をしているのがわかる。NCPC-7PC-7 初期、生産型。 PC-7 m ーク k PC-9 の技術を取り入れた改良型。南アフリカ空軍ではアストラの愛称を持つ NCPC-7 スイス空軍の近代化改修機。完全なグラスコックピットを装備し新世代機へ移行しやすいように改造されている。外見上はほとんど変化がないため従来型と塗装が変更されている。 pc-7 ユーグアイ向けの生産型。ウルグアイ空軍での故障は、AT-92。出典、ランベール、マーク、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1993から94。ジェーンズ・データ・ディビジョン、pp, 359-360。ISBN0-710610661。ザ・スフェルトス・スウィッツー、p- レイトス。エア・インターナショナル十六 111から 118P レイトスエアクラフトリミテッド PC-7 ムキー、エアクラフトデータ2012年6月17日閲覧諸言性能武装ありがとうございます